中国軍、また台湾をどう喝戦闘機が侵入。本日、台湾の国防部が台湾南西の防空識別圏に中国軍の SU-30 戦闘機などが複数侵入したと発表しました。こちら、昨日も同じように複数の中国軍機が侵入しておりましたが、台湾国防部は中国に対して平和で 安定している地域の現状を繰り返し破壊することはやめようと要求しておりますが、こういった中国軍の挑発、恫喝行為は今後さらに強化されていくんじゃないかと思われますので、台湾政府には台湾軍に必要な装備品を導入し、さらに抑止力を強化して、 このような中国側の恫喝に徹底的に対抗していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。